おはようございます。速稼塾の久保です。今日7月9日朝4時53分の相場解説なんですが、昨日はロスカットを食らってしまいましてね、利益は全くなしと、そればかりか損失を大きく出してしまいました。そうですね、金額にして3万円弱っていうところですかね。ちょっとまあ痛いなというところですね。まあでもね、ロスカットラインにピッと当たって、私のロスカット水準ではまあここまでの負けだったら許容できるかなっていうところで止まりましたので、まあ仕方がないかなと。勝ってばかりじゃないですからね。で、バイには強い私はね、まあ意識を持っていたんですけども、残念ながら10万円儲けるつもりで3万円損してしまったということになりまして、リスクリワードもまあ悪くはなかったんですけども、マイナスになってしまえばねパーですよね。ということで解説していきたいと思います。まずデイリーからなんですけども、いかがでしょうか。じゃあこちらどうぞ。デイリーなんですが、赤い線を引いてますよね。見えますか。チャンネルラインをこういうふうに赤い線で引いたんですけども、上昇に向かうどころかね、今回はついに下の方に抜けてしまいました。こういうふうに入ったのがフラッグを作って下の方に抜けていったってことになります。まだ大きく抜けたかどうか分かりません。下髭を強く出してますので、もしかしたら反発して内側に戻ってくるかもしれません。まあですんでね、バイの構えってもなくさないようにしていかなくてはなりませんけども、片方ではね、もうね、バイが行き切ったんではないかなっていう考えることもできます。ですんでこれからはセルの流れが大きくなってくるのかなってところですよね。まあこういうふうにずっとバイの方で信じてきたんですけども、そうじゃなくなったらどうするってことも考えていかなくてはなりません。ということなんで、これからはバイ一辺倒ではなくて、セルの可能性も見ながらの相場解説になっていきます。4時間見ます。さあ4時間ですけども、高値をずっと更新していたんですけども、ここに来て高値を更新せずに安値も割っていきましたね。安値がこういうふうに来てたわけですけども、安値も今で言うとまだ形成中なんですけど、ここですよね。で、形としては N を書いて N を書いて下の方に行ったっていうふうに見ることができます。ということなんで、この売りの流れっていうのは結構大きいんじゃないかなって感じることができますよね。ここも割った、ここも割ったわけですから、さらなる下降線を描いて109円が108円の方向に行くんではないかなってことですよね。一時期は115円とかね、120円を目指していたんですけども、そういうふうな考えもありましたけども、まあとんでもないことになりましたね。今状況が変わりましたんで、素直に自分の考えの間違いを認めて軌道修正していこうかと思います。1時間です。1時間は売り一辺倒になりますね。まあ、売りしか来てないっていう形ですよね。で、もう一発こう来るのかなっていう前でちょっと止まってますけども、ですんでね、今日金曜日ですから、今日はエントリーをしないことを前提にしていきます。今日の1日の動きを、そうですね、2時間ごとに見に来て、それから来週の展望を今晩まとめていこうかと思います。場合によっては明日の朝ね。ということで今日はもうね、敗北の1週間ということで、まあずっとバイの方でね、大きく取れるかと思っていたところが、まあちょくちょくは取っていたんですけども、最後クライマックスで、ちょっと多少ねお返ししてしまったってことになります。いや残念なね金曜日になりましたけども、こういうのも込みで相場ですからね。4割負けて6割勝つ、その4割が今回は来たってことなんで、これはね大きな気持ちでしっかりと受け止めて、普段勝たせてもらってるんで、4割の負けっていうのはしっかりと噛み締めて、そしてそれを反省として、ね、次に生かすべく糧にしたいと思います。今回はトレンド転換が来たかもしれません。ずっとバイで、取っていたんですけども、これからはバイ一辺倒ではなくなって、セルを見ていかないとなってところで、金曜日をしっかり見た上で今週末の動き、そして来週からの展望をお話していきたいと思いますので、その時までお待ちください。それでは本日は以上です。